こんにちは。お元の方面園です。今日は、この藤砂についてお話したいと思います。この黒い砂が、これ藤砂ですね。これがちょうどさっき水をやったばかりで、ちょっとしっとりし,としたこの黒さがあると思います。で、だんだんとこう乾いてくると、ぽつぽつと、あの白い、ちょっと白っぽいような砂が出てきて、これがまあかなり表面全体に乾いてますね。で、それでも、中を見てもらうとちょっと濃い、 あの、藤砂もありますので、この辺ですね。で、そうなんで、あの、そういう場合は。私たちはもうちょ、もう一日。あの、水やりを待つと思います。そうなんで。あの、水やりのタイミングを見るのに、この藤砂を私たちは使っています。で。あの、乾きやすいのは、私たち半分はこの藤砂してるんですが。乾きやすいっていうような特徴もあるので。風がよく抜けるような場所は。 あの少し苔をやっておいた方がいい場所もあるかもしれませんね。で私たちですとあの首元やっぱり夏場が非常に暑いですのであのこの藤砂を使って首元がよく乾くようにで大抵は新根が蒸れて傷んで首元から例えばあの病気が入るっていうと結構大変なことになるのでそれ対策で。 あのこういったあの苔でやってるものもあるんですがこういった藤綱はそういったことで藤綱を使っています。であの新根の降りる春と秋ですねだいたいまあエアコンのいらないぐらいの時期にあのちょっと苔を首元だけでもここにあのちょっと苔をやってあげるだけであの何ですかだいぶ。 信銘が出やすくなるので、そういう風にあの使ってみてもいいかもしれません。お元の方面でした。ありがとうございました。